カタールワールドカップに向け、日本代表は FIFA ランキング1位のブラジル代表と強化試合が決定した。というわけでこの動画では、ブラジル代表の選手たちを紹介していく。南米予選では、17試合を戦って14勝3分無敗で、勝ち点45を稼いでいる。40得点5失点は驚愕だ。アルゼンチンとのゲームが延期となっているため、消化試合が1つ少ないが無敗を守っている。2002年のアルゼンチン代表が、最多となる勝ち点43を稼ぎ出していたが、ブラジルは1試合少ないが、勝ち点45でこの記録を抜いている。つまり、現在のブラジル代表は、南米サッカー史上最強と言っても過言ではない。ちなみに東京オリンピックでも、金メダルを獲得している。そんなブラジル代表と対戦できる日本代表は、ラッキーだと言える。しかも、かなり本気度が高い試合になりそうだ。ブラジル代表は6月2日に韓国と対戦した後、6日に日本戦となるため、時差ボケや移動の疲れもなく、コンディションは良い。11日に延期されていた南米予選を、オーストラリアで宿敵アルゼンチンと対戦するため、招集メンバーはベストとなるようだ。つまり、無敗での南米予選突破という記録がかかった宿敵アルゼンチン戦の準備に、日本が選ばれたことになる。ヨーロッパがネーションズリーグでヨーロッパ同士と試合をするため、日本が仮想スペイン、ドイツとマッチメイクできないのと同じで、ブラジルもヨーロッパの強豪と強化試合ができない。オーストラリアで次にアルゼンチン戦があるなら、オーストラリアと時差がなく近い日本は、悪い対戦相手ではない。また、ファイトマネーとして、日本サッカー協会が3億円を支払うと報じられている。森保監督はワールドカップ組み合わせ抽選後、日本協会に対し、とにかく強いチームと試合を組んでほしい、と要望していたが、最高の相手だ。ブラジル代表の先発11人の市場価値は、合計で約680億円と日本の7倍以上。過去の対戦成績は日本の2分け10敗。ぶっちゃけ勝ち目ねえじゃん。って感じだが、強化試合だからそれでいい。また、ブラジル代表が強いのは代表としてのプライドを高く持っていて、親善試合でも手を抜いたりしないことが言える。では、これから最強ブラジル代表のメンバーを紹介していこう。システムは4231だ。森保ジャパンの433とは噛み合う形となる。真っ向勝負の試合となるだろう。ゴールキーパーは2人の争い。マンチェスターシティのエデルソンとリバプールのアリソンだ。どちらも世界最高峰のキーパーだが、個人的にはエデルソンだ。足元の技術が素晴らしい。ディフェンスラインの裏の広大なエリアをカバーすることができ、キックの技術も正確で、ビルドアップの一員になることができる。飛び返してほしい。右サイドバックはユベントスのダニーロだ。安定感のある守備力と、フックを持つ30歳のオーソドックスのプレイスタイルには欠点がない。ちなみに2番手は若手でトッテナムのエネルソン・ロイヤルだ。この選手はトッテナムとアーセナルで、冨安健洋と争奪戦が起こった2人だ。センターバックはレアル・マドリードのミリトン、そしてパリ・サンジェルマンでネイマールと同僚のマルキーニョスだ。ミリトンは23歳でレアル・マドリードのレギュラーとなっている。スピードがあり、対人守備で絶対的な強さを誇る。まだ若い期待のホープだ。マルキーニョスはパリ・サンジェルマンでキャプテン。2016年のキッチ監督就任以降のブラジル代表の最終ラインを支え続けてきた。ビルドアップ能力や対人守備、ラインコントロールなど総合力が高い。マルキーニョスが守備の中心になる前の軸だったチェルシーのティアゴ・シルバは37歳となったが、チェルシーで依然活躍中、代表にも残っている。貴重なバックアッパーであり、使い組みの精神的な支えにもなる全キャプテンだ。左サイドバックはユベントスのアレックス・サンドロだ。マルセロが代表からフェードアウトしたことで、身体能力が高く、守備に磨きをかけたアレックス・サンドロが選ばれるようになった。左ウィングに攻撃的なタレントがいるブラジル代表では、攻撃的なマルセロよりも、後方をカバーできるタイプの方が合っている。アレックス・サンドロは左利きでポジショニングに気を使える。ネイマールの邪魔をしない。自分の立ち位置を知っているサイドバックだ。4年前の親善試合で日本代表ハリルホジッチ監督は必要にマルセロの裏を狙っていたが、今回はその弱点はない。より守備力がアップした感じとなる。ボランチの軸は、レアル・マドリードのカゼミロだ。的確なポジショニングからピンチの芽を摘み、カウンターの起点となる、ブラジルの中盤の軸。ミドルシュートでもセットプレーでも得点源となる。カゼミロの他にも素晴らしいボランチがいる。リバプールの心臓、ファビーニョも重要だ。強さと長い足を生かしたボールダッシュが特徴で、展開力があるな。最近存在感を増してきたのが、マンチェスター・ユナイテッドのフレッチだ。広いエリアをカバーできる走力とボールを刈り取る守備力があり、攻撃ではペナルティエリア内まで侵入して得点を奪われていた。カゼミロとフレッチの相性が良いこと、ファビーニョがいることも、ダブルボランチに移行し始めた理由だろう。続いてトップ下には、オリンピックリヨン所属のルーカス・パケタがいる。左利きで部屋が広く、中盤でタメを作って急所をエブルパスを出し、ゲームメイク力に優れる。4-3-3のセントラルミッドフィルダーでもプレイできる、柔軟性と創造性をもたらす。トップ下はネイマールを中央に置く可能性もあるだろう。左ウィングは説明不要のパリ・サンジェルマンのネイマールだ。ネイマールは18歳で代表デビューして以降、ワールドカップには2度出場。スターゆえに批判も絶えないが、代表115試合70得点という数字が全てを表している。怪我さえなければブラジルのエースはネイマールになる。今回のワールドカップで彼の構成に対する評価が決まってくるだろう。そんなネイマールの次のスターとして台頭してきたのが、レアル・マドリードのビニシウス・ジュニオールだ。
21歳のヴィニシウス・ジュニオールは今季レアル・マドリードで確定。今シーズン14得点を決めている。ネイマールと共存させるなら、ネイマールがトップ下になるだろう。右ウィングはマンチェスター・シティのガブリエル・ジェズスだ。2016年の代表デビュー戦でいきなりに得点を決め、24歳にしてキャップ数は50試合に到達している。ジェズスの本職はフォワードだが、マンチェスター・シティのチーム事情で右ウィングの起用が増え、代表でも右ウィングとなった。右ウィングで別の選択肢となっているのがアヤックスのアントニー。左利きでテクニックと突破力を誇るドリブラーだ。センターフォワードはエバートンのリシャルジソン。強靭なフィジカルとスピードを持ち、サイドでもプレーできる。184cm で高さのある万能型のストライカーだ。東京オリンピックで金メダルに導いた若手ストライカーはポジションを確保しつつある。しかしブラジルのフォワード争いは過酷。リバプールのフィルミーノもいる。ジェズスをセンターフォワードで起用する可能性もあるだろう。というわけで、ブラジル代表には各ポジションにワールドクラスの選手が2人以上いる。そんな選手たちが、ワールドカップまで半年のタイミングで、熾烈なメンバー争いを繰り広げる状況での対戦だ。モチベーションは相当高いだろう。日本代表はチャレンジャーとしてどれだけできるか楽しみだ。代表の親善試合には本気度やコンディションに違いはあるが、今回の試合はブラジルのスケジュール的に、かなりマジな試合になる。前回の対戦時は前半で試合を決められてしまって、後半はテストの色合いが強い試合となってしまった。今回はなるべく粘って、90分本気度が落ちない試合を期待したい。過去のワールドカップでも、強豪国とやって課題を洗い出してから本大会へ行った方が、良い成績を出す傾向がある。アギーレ監督が、ブラジル相手に2軍のようなメンバーを出したことがあったが、そういうのはやめてほしい。最初から勝つと思ってないし、日本代表もベストに近い布陣で臨んでほしいな。ブラジル代表の紹介は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録していただけると、今後の動画制作の励みになるので、どうぞよろしくお願いいたします。